こんにちは、レトスノーノです。5月23日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。やり始めないとやる気は出ない。このように言ったのは脳科学者の池谷裕二さんです。やる気がないとき、最も効果的なのは、とにかく勉強を始めることです。これは私も実践しているので納得できます。勉強する気がないときも、とりあえず勉強場所に行って、一問だけでも解くようにしてるんですね。そうすると、そのまま1時間勉強できたということは数えきれないくらいあります。そのため、どれだけやる気が出ない時でも、とりあえず勉強場所に行くということは、私自身と約束してました。その結果、ほぼ毎日勉強できてました。ぜひやる気がない時は、いつも勉強している場所に行って、1問だけでも勉強してみましょう。それでは本日の3問に入ります。両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、誤りですね。相殺しようとしているものの債権。これ自動債権って言うんですけども、これが弁済期に達していれば、相殺される側の債権。受動債権が弁済期に達していなかったとしても、相殺を主張することができます。例えば、両者を A、B と考えて、相殺しようとしているものを A とします。そうした場合、A の持っている債権が弁済期に達しているということは、相手方、債務者 B っていうのは支払い期限が到来しているってことを意味しているんですね。一方、債務者 B の持っている反対債権、B が持っている反対債権が弁済期にないということは、逆に A はまだ支払う必要はない。つまり、A は支払いの猶予があるということなんです。で、この場合、A がこの支払いの猶予期間、これを放棄したら、相手方 B の債権が弁済期になかったとしても相殺できますよね。相手方 B の立場に立つと、不利益は生じていない。だから A は相殺できるっていう話なんですよ。で、この点は理解しないといけない部分なんですね。ちょっと今回は解説省略してるんですけれども、覚えるんじゃなくて理解をするってことがすごく重要です。考え方が重要なんですね。なんで、短期講座の受講者様はこの点動画でお伝えいたします。で、短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。で、問2ですね。宅建業者は国土交通省令に定める事項を記載した従業者名簿を最終の記載をした日から5年間保存すればよい、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。従業者名簿については10年間保存しなければいけません。これは最後に記載した日から10年間です。問題文では最終の記載をした日ってなっているんですけども、これは最後に記載した日ですね。から10年間保存しなければなりません。で、対比して覚えていただきたいのは帳簿ですね。帳簿。帳簿については、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存ということなんですね。で、この各事業年度、これ何かっていうと、会社っていうのは、決算期っていうのがあるんですよ。例えば、3月末決算なのであれば、事業年度っていうのは4月1日から3月末まで。これを事業年度っていうんですね。なので、その末日っていうのは、3月の末です。だから3月末に一回閉めますよね。決算だから閉めるわけですよ。で、閉めた後5年間保存してくださいねっていうことですね。これ意外と知らない人いるんですよね。なので、こうちょっと頭に入れておくと、この内容も理解しやすいんじゃないのかなと思います。で、帳簿について、宅建業者が自ら売り主となって新築住宅の取引をした場合っていうのは、その取引については10年間保存しなければなりません。なので、この1から3ですね。この3つはもう対比して、もう一緒に頭に入れておきましょう。それでは問3に入ります。準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうち、相当数の住居、その他の建築物の建築、またはその敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、そのまま土地利用を制御し、環境を保全する措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じる恐れがあると認められる一定の区域を言う、丸か×かという問題です。で、
書かれている内容は非常に分かりづらい内容なんですけども、この問題を解くってなってくると、この部分でもう解けちゃうんですね。そもそも準都市計画区域は、都市計画区域外で定めることができるんですね。都市計画区域内に定めることはできません。よって誤りだということなんですね。その他の点は正しい文章になっています。まあ、今回のように難しい文章に見えるけれども、実はこういったポイントだけ押さえておけば解ける問題ってたくさんあるんですね。だからしっかり読むってことはすごく重要です。ほとんどの方が解けるんですけれども、実際間違ってしまう方がいるのは、それは問題をちゃんと読んでいないからなんですね。だからきっちり問題文を読むということは習慣化していただければと思います。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。